ティアです。アネティアです。よろしくお願いします。今回の企画は、はい、デートで絶対してはいけないことを紹介します。イエーイ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 。まあハイたちはね、あの、よく2人でお風呂とか入ってるから、そうお風呂で例えばネックするからね。そう、湯船に浸かりながらこうやって、そうやっぱ結構深いこと喋るもんね、うん、そういう時は。てかさ、多分兄弟会で言うとさ、姉妹会で言うと結構話す方やんな。確かに、何でも話すもん、うん、じゃあ実際書いていこう。で、はい、一番共感とか、うん、これしたらマジで萎えるっていうところを紹介していこうと思います。はい、これ、うん、結構やりがちかも。はい、いくで。一杯目のドリンクっていうので、はい、なんかどうなの、結構できてる人とできてない人がおって、うん、焼肉屋とか行くとするやん、うん、居酒屋はあんま知る人なんかな、けど、そういうことな、結構仲良くなり始めて、うん、もう気づかへんくなったら一杯目ドリンク頼まへん、水なしと、あれ注意した方がいいと思う。あれ、そう、女の子結構、うん、一杯目頼んだ方がいいんじゃん、見せていいな。確かになんかウーロン茶でもいいから頼んでもいいやって思っちゃうね。でここは海外じゃないから、海外やったら水でさ頼んでるやん。そうなの、水で頼んだお金かかるやん。あー、そういうことだ。そう、1杯目ぐらいお金かけてほしい、うん、そこはね。でなんか店側にも大丈夫かなって思うけど、うん、なんかその人的にもお金ないんかなとかも思っちゃう。確かに変に気使うから、なんか付き合って長い人とかやったら、うん、もうそれでもいいやんとか、家族とかやったら、うん、まあもう何でもいいやん、うん、けど、まあ、気に入られた女の子の前とかでそれをやるべきではないよな。長く付き合ってたとしても、うん、あの高い店行ったらやめてほしい。あ、それはそう、やめて。何？なんかめっちゃついてんね、見て。なんかタレみたいなんだ。あー、照り焼きや。マクドを食べましたね、先ほど。あ、ごめんなさい。まあ店によるような、でも。まあ焼肉ぐらいから行った方がいいんじゃない？焼肉とか、なんか普通にお寿司屋さんとか。うーん。回らへんな。うん、回らへん。回るやつはもう。大丈夫だ、全然大丈夫。むしろ頼まんといてほしいわ。いるそれって思う。そこで、うん、なんかちゃんとな、あの高めのとことか、なんか誕生日とか祝うとか、お祝い事とかやったら頼んでほしい。一杯目にハイボール頼む人好き。え、そうなん？え、なんかお酒強そうじゃない？確かに。ハイボールか生。あ、生な、うん、カルピスサワーとか頼まれたら苦手かも。え、いいね、いいね、いいねんねんけど、なんか弱いとか言ったらいいねんけど、うん、なんかプラスにはいかないの。あ、カルピスサワーなんで、自分がレモンサワーとか言ったら、まあレモンサワーの方がどうするとかなんとか言うぐらいの感じ。なんかさ、レモンサワーとカルピスサワーをもし頼んだとするやん、一杯目に。じゃあ、わかる！店員さんさ、絶対カルピスサワーこっちに。わかる、わかる。めっちゃわかるわ。はい、これもそう。なんか、オアソフドリの問題、はい、これ大切で、はい、女の子が、うん、レモンサワーでって言ったのに、うん、あ、俺ウーロン茶で、うん、なりますよね。分かるな。こっちはなんか言う気分じゃないけど、まあ寄って楽しみたいなとか、なんか全然テンション上げたいなって感じで言ってんのに、うん、急にストップかけられたから、ね、分かる。なんか相手の方が飲みたかい方が嬉しい。分かる。強要してくれないけど、分かるなんかいっぱい飲んでくれる方が、分かる。なんなら、はいはい、せーの、ドン。優先座席に座る人。あ、嫌や。めっちゃ嫌やな。いやいや、これ一回やった。うちさ、高校の時のさ、うん、彼氏。え、私も高校の時の彼氏やんな、うん、あ、相手の席いいよ。違う、ここは譲らせてください。ほんまに。しかもさ、なんかいいよみたいに言われてさ、いいよとかじゃないね、こっちは座りたくないけど、なんか譲ってもらったから座る中やな。え、座った。そうか。え、なんかさ、もう明らかに全然人おらへん時に、うん、優先座席も、うん、もうガラガラで、まあ普通の席は埋まってんねんけど、ギリ、うん、2人で座れへんぐらいで、うんうん、優先座席もガラガラとかやったら、まあ別にいいねんけど、優先座席もあと残り1席とか2席とかで、うんうんうん、あ、空いてるやんとかで行かれたら、うん、ちょっとなんかマナーがいいんかなみたいな思っちゃうかもしれない。わかる。え、うち似てるやついい？うん、細かいで。え、これはなんかできひんとマイナスっていうか、できてたらプラスって感じですね。うん、席の端っていうので、うん、席の端と真ん中のところが空いてた時に、うん、なんか端っこを譲ってくれる男性ってめっちゃ少ないよな、うん、けど端っこやと、うん、あ、すごいって思う。え、さ、端っこに座らせてくれるってことやんな。そう、端っこの方がさ、そりゃいいやん、気使わんし、なんやろ、え、座らせへんからってなんか、うん、うわとか思わへん、思わへん。けどそれをできる人ってマジで少ない、うん、女の子でもさ、なんか、なんやろ、女の子同士で遊びに行く時とかでもそれ譲ってくれる友達ってさ、うん、ほんまに今まで2人ぐらい2人っていうの、2人ぐらい、うん、なんかあんま気にしてないんやろうな、こっちぐらいまで、うん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 、女の子の方が気にしてそう。あ、確かにそれはそうかも、うん、でもそれできるってほんまにすごいと思う。席の端と端が空いてんのやったら端っこに座らせてほしいし、うん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 、あといっぱい埋まってて2席だけ空いてる時
に、うん、ここが空いてる席で、ここが男の人、ここが女の人やとしたら、女の人側に座らせてほしい。あ、なるほど、ね、確かに、それはサッカーあるか。なんか、自ら女の人の方を座りに行ったらさ、別に何も思ってないってことは分かってほしいけど、なんか嫌やんな。男の人の方を座ってほしいなって、うんうんうん。人が多い時に立ってる時に、うん、なんか、この扉の、うん、扉と席の間に隅っこができるやん。うん、あそこに、うん、でもそれはできる人の方が多いんちゃう？あ、そうか。なんかここどうぞって言ってくれる。そうそう、走りに行きな。あれいいと思う。あれ結構楽やん、これ。わかるわかる。わかる。わかる。電車結構出るよな、そう。マナー系。うん、出る。はい。髪の毛を触ってくる。あ、なるほどね。頭とかも。うん。いいねんけど、別に、うんうんうん。けど、こっちは髪の毛とか綺麗に巻いてて、うん、今とかさ、これをちょっとでもこうされたらめっちゃ嫌やねん。私からさ。そうなんや。いい？やはり、あんまりこことか気にならない。だってさ、これをさ、今これさ、束を全て一つにまとめてる。まとめてる。けど、こうやってやられたらさ、ほら、ほら全然気にならないわ。気になるね。こうなっちゃったままで追ってほしいのにって思っちゃうし、てかなんか私があったのは、うんめっちゃさ、うん、言っていい？この話。高校生の時に、高校生の時に、夏休み髪の毛を染めてて。うんうん、ほんなら、あかんのにあかんけどな、うん。けどまあ夏休みだけ、うんうん。ほんで、染めてて、で、髪の毛巻いて、うん、で、ワックスみたいなのつけて、なんか遊びに行ったわけ。うん、ほんなら、なんか、ワックスでちょっとパリパリになるやんか。うん、うわ、いいな、想像できたぞ。ほんで、パリパリになって、ほんなら、なんかそれをなんか傷んでるみたいな。思われて髪の毛茶髪にしていたん茶髪が嫌やったんかな知らんけど染めたから傷んでるやんみたいなさこうやってやってきてさほんならさそんなワックスつけてるからバリバリやんか、うん、だからさなんかほんまに傷んでるやつみたいになってさいやいやこうやってやるから巻きも取れるしさいやいやえはるさこうやってさなんかここについてるもんとか触ってくんのはいいねうちはあけどはいい、ね、なんか、うん、こうやって触る人たまにおるやんなんかこう、うん、こうやって、うん、でここで絡まって気まずみたいなあれマジやめてほしいなんかこっちが悪いみたいやんかあれみたいななんか不清潔みたいなのがかるそんなん風ぐらいこう吹いたらこうなるわって、あと嫌なのが、うん、こう帽子をかぶってて、うん、帽子をこうやって触んのはいいね、うん、けど帽子をこうやってポーンって当たってきたりそうあのこうボーンってこうなんかこう分かる、うん、なんかこう髪の毛がこう中でこう綺麗にやってるのにこうなったりしたらさ、うん、分かるそうなんや、うん、だから触る限度をほんまに考えてほしいって思うとかさあれもちょっと嫌かもしれへん、うん、なんかさ、うん、あのさお店とかで帽子とか見てるとするやんか、うん、ほんならさこっちは何もしてきてないこういう感じの髪の毛で、うんうんうん、でさ、これ似合いそうとか言ってかぶせてくんのうわ、嫌やマジで嫌やで、あがったからあがったからみたいになってねじゃあ、こうやって直すねあーとか言って、鏡でこうやって見てわかるわアホ毛、直してきたのにって思いながらわかるはいはい自分以外の女の子の話あー、なるほどねうん元カノの話って書こうと思ってんけど、まあうん、そんな元カノの話をしっかりしてくるようなやつはおらんなって思っておらんなけどなんか自分以外の女の子の話とかされたらいやなんかちょっと嫌かもしれないいやいやしかもデート行けねえってある程度気になってるやん余計にやめてって思うなんかまあもう、まあ、好きじゃないんかって思っちゃうかもあ私にもうあれはないねんなって思う、うん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 、だからいやいや好きって思う人に、うん、他の女の子の話はしない方がいいと思う確かになんか嫌やな同じクラスとかでおったとしてもさ、うん、同じそのクラスの話とかになって、うん、ちょっと出てくる他の子も男の子も出しつくつつ出てくるとかはいいけどあ分かる分かる分かるとかなんか誰々と仲いいよなとかはまあギリいいかもしれんけど、うん、なんか単品でこの前誰々とさとか言われたら嫌かも聞いてない聞いてないって思う分かるなんか嫌な嫉妬やななんかさえそうなんそう不意に出てしまった嫉妬ならいいねうんなんかこう分かるなんかたまたま女の子隣になって喋っちゃうとか言ったら、うん、なんかさたまたま出た嫉妬やそれはただ嫉妬してまーってなって家に、うんなんかニヤニヤする別に、うん、けど自分から出した嫉妬ってめっちゃうざいわかる何こいつって思うそうそうそう別に喋らんでよくねえと思う、うん、でも人によるかもやけど、うん、浅すぎるっていうので、うん、浅すぎる話一生するときってなんかあんま面白くないなとは思っちゃう何やろなんかさふわふわしてるよなそう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 ですぐネタ切れるなんか例えばこれ美味しそうとかなんかあそこにあるある家にあんねんなとかぐらいの浅い話なんかなんやろそれこそなんか仕事の話とか学校の話まで行ったら深いうんけど今見つけましたわかる
話をされると、うん、なんかいいけど気まずくなる。そうそうそう、なんか気まずってな、うん、天気の話とかな、まあ、寒いなとか暖くなってきたな、まあ、なんかな気まずい話なかったんかなとか思って、まあ、ちょっと1回目ぐらいやったらいいねんけど、うん、浅い話を何個もしてくると、うん、なんかやっぱその話しかないし頑張ってんねんなって思っちゃう、うん、でも私結構しちゃうねんけど浅い話わかるで、春もう必死よ、出すのに必死でなんかさ、外とか歩いててさ、気まずい時とかさ、うん、やったら寒ーとか言ったら、え、そう、寒ーとか言ったり、え、パン屋さんが美味しそう、まあ、やらんかーとか言って、いい匂いやなーとか言って、そう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 、え、いい匂いした、あ、もうしひんけど、え、とかなんかめっちゃ黒くなってきたくない、だからこの前な、あの話のな、うん、動画を撮って、あの、何の話をしたいのか、うん、で、あの、うちは、うん、一番初対面とかめっちゃいいなって思うの、 MBT、 え、めっちゃいい、やんな、あれバーリ楽しくない、うん、私大好き、うん、共通の友達は何々らしい、あなんか結構仲良い友達はこの同じ MBT やから多分仲良くなれるわとか、うん、勝手にない、今話は盛り上がってないが、うん、今後仲良くなったら MBT 的に多分いけるなとかもう話せるから、でもさ、思うのは家族ってさ、MBTI 見るなって思ってる。だって、ふーちゃんもさ、ENFJ やろ、うん、春 ENTJ やから、T と F だけ違うの。感情的かロミ的か。だけが見るよな。似てるの、それって。似てる。へぇ。確かに、全然違くはないもん、ね。うん。でも私らは仕事関係でいいらしい。あ、いいよ、いいよ、いいよ。だから今いい。仕事仕事こんな喋ってて。仕事仕事関係でいい。すごい、プロ意識持ってる。え、そう。同じ服。っていうので、はい、別に同じ服はいいやって思うやん、うん、けど、ハヤが思うのは、うん、1回目の服で1回目着た時に、うん、だから例えばこのカバンあんまり好きじゃないとか、うん、なんかまあ、まあ、言わんかけど、うん、うちこのカバンの方が好きやねみたいな話してるのに、うん、カバンを変えてこなかった時、2回目で、まあ、別にわがままやけど、けどなんか相手がさ、もしさ自分のこと好きやったら変えてくるやん、確かに、あ、好きじゃないんやって思って、好きじゃないんやったら別にもう遊ぶ意味ないわって思っちゃう、うわー残酷だ、そう、うち相手が好きじゃない、自分より好きじゃないっていうのが分かったらもう絶対に遊びたくないね。あ、そうだ、そう、だから春やったら絶対そこ変える、好きじゃなくても、いや、それはそう、気になるぐらいでも余裕に変える、てか友達でも変えるもん、え、そう、変える、その友達が好きなタイプの、うん、なんか髪型とか、はい、分かる、一緒におる時だけでもエンターテインメントあげたいって思っちゃう、分かる、そう、エンターテイナーや、エンターテイナー違うけど、 MBTI 違うけど、次帰ってたらいい、全然、確かに、あ、覚えててくれてたんやって、うん、そういうなんかちょっとした好意の見せ所、確かに好意を見せてほしいよな、わかる、なんか遊んでんねんからさ好きとかじゃなくてもさ、それなりにさ、うん、友達ライクとしての好意も欲しいよな、めっちゃわがまま、めっちゃわがままやと思うわ、うざいわけど、うん、まあこれは別にマストじゃないけどしてる方がいい、確かに、髪の毛のセットとかもあるじゃない、確かに、なんか、え、まあ、確かに、新のも別にいいねん、ありやなって思う、うん、けど、その新品のもさ結構いいねんけど、うん、たまにしてくれると、うん、頑張ったんやって、確かに、なんかいつも新品けど、うちのために頑張ってくれたんや、だからなんかさ、うん、今日セットしたのになんか、うん、久しぶりにセットしたからここおかしいかもとか言って、可愛い、可愛いって思う、頑張ったんやって思う、うん、好きって思ってる、うん、とか気になってる女の子とデートに行くときは髪の毛セットしてほしい、セットした方がいいと思う、なんで、え、だってこのデート気合い入れてきてますよ感出るくない、あー、確かに、え、だからまあ髪の毛セットとかじゃなくても、うん、もし大学とかが一緒の人とかやとしたら、いつものダルギの大学の服装じゃない服装、わかるわかる、普段会ってたら余計にわかるっていうのが、そう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 、だから普段はノーセットやし、うん、ダルギーやけど、そうそうそう、なんかじゃあ映画行こうとかなった時に、うん、ちゃんとした服着てくる、みたいな、え、なんか、うん、え、その日を大切に楽しみにするやん、で、なんかさ、服迷ったとか言ってほしいやんなら、やってほしい、そういうの嬉しい、嬉しい、まあ、春だけなんかなって思うやつ行くっていい、うん、ショッピングっていう、デートでショッピングしたくないんですよ、ああ、付き合ってない人とってこと、え、そう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 、え、なんかまあ、うん、結構仲いいとかやったらいいで、気使わへんけど、うん、けど、だからそれこそマッチングで出会いましたとか、うん、初デートですとか、2、3回目、うん、まあ、3回ならまだしも、買わんかったら何の時間って思うんだけど、確かになんか買わんのにこんな見て、うん、え、それにつなげるってか、いいよ、それみたいなこと言っていい、うん、無駄に早い待ち合わせ時間、え、どういうこと、どういうこと、なんで、なんかそれこそ、まあまあまあ、映画行こうとかなってたり、なんか午前とかお昼
過ぎぐらいに予定をちょっと入れてっての、うん、夜ご飯も行こうってなってる場合とか、なんかさ変にちょっと間が空くみたいな。その4時からの映画にして7時からご飯でよかったのに、分かる分かる、2時ぐらいの映画にしちゃって、分かる、ちょっと2時間ぐらい間が空くけど何するみたいな。お腹も別に空いてないし何するってなった時にショッピングセンターみたいな、ショッピングセンターじゃないけどで、なんかブラブラなんかロフトみたいなところとかで見て、そう付き合ってもない男女2人で食器コーナーとか見んねん、うん、いや分かる分かるいるなしかもさ、待ち合わせ時間向こうが決めてきたくせにさ、うん、なんか1回あったのは、うん、なんかさこっちも別にさこの時間何とは思ってるやんか、うん、やけどさそれを言葉にして伝えてくるやつこういうブラブラする時間何みたいな言ってくる言うやつで、この時間を暇な時間と捉えて、そう、なんか結構もう暇やなとかもう言う、そう言ってくんねん、まあ、そういうやつ暇やと思ってんねんけどさ、失礼やで、それって思うよな。じゃあ今まで出た中で一番共感するとかなしやな、うん、っていうのを紹介しよう、うん、せーので髪の毛、他の女他の女の話な、うん、他の女の話はうちは、うん、うざいけど、うん、まあ別に話題がなければいいやとか思っちゃうねんな。そういうことな、そう、まあ、そこまで気になってない人にこの話されてもまあ別にいいねんけど、うんうんうん、ちょっとこっちがちょっと好きかもぐらいになりだした時にこの話されたら、うん、あーいややめとこうと思うわ、まあうん、なんかまあ話の内容にもよるけど、わかるわ、うん、何やったら嫌なん、まあ、もはや元カノの話とかの方がいいかも。あ、わかるわ、それやったら有益な情報で、そう、元カノのこういうところが嫌やってんなとかやったら、うん、まあちょっと嫌やで、あ、元カノのこと悪く言う人なんやとはちょっと思うけど、あ、まあまあラッキーやん、話聞いてて、うん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 、じゃなくて、なんかこの前あの子と電話してさとか言われたりしたらめっちゃ嫌や。あ、電話とかクソなえるわ私は髪の毛ですね。これは普通になんか男の人と遊ぶ時ってさ、うん、いつもより美女決めるやん、うん、そうやのに、うん、途中でブサイクになるっていうのめっちゃ嫌、うん、でなんかさどうしようもできんやん、髪の毛ボソボソになってもさ、うん、そのすぐにでっかい鏡があってさ、うん、近くでこんなやつ直せるのでもないやん、うん、やから今自分ビジュアルんやろなって思って過ごすデートは楽しくない？え、楽しくない、うん、だからさこれされた瞬間に、うん、なんか他の出たやつは、うん、シューンシューンって下がってたやつだけど、これされた瞬間、その瞬間バーン、わかるわかるわかる、あーもうさ、髪の毛がーって、で、こんな感じになって、うわーもう無理やーって思って、うん、嫌な思いのが全然違うよな。もう男の人が最悪っていうか、自分のテンションが下がる。そう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 、わかる、そう確かに自分のテンションが下がる、テンションが下がる、もう普通に、だからデートが楽しくない方に行っちゃう。うん、まあ今ね出したやつはね皆さんやらない方がよろしいの で、ね、皆さん気をつけてください、デートの際は。はい、はい、今日の動画はここまでです。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしてます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。